をお送りいたします。さあ、まもなく試合開始となります。右の大谷、マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは丸田。第1球投げた、低め、ストレートは外れてボール。第2球投げました、ボール。投球は3球目、投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。第4球を投げました、打ちました、ボール。次は5球目、打ちました、ファール。次は6球目、投げました、ボール。第7球を投げました、フォーク。空振り三振。左バッターボックスは2番ヤギ。第1球投げた、初球を打ちました、ファールボール。第2球投げた、打った、ファール。投球はこれから3球目、外角低め、外れてボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打ちました、投球はこれから6球目、ボール。第7球を投げた、ストレート外れた、フォアボール。フルカウントから結局フォアボールです。第1球投げました、ボール。第2球投げました、打ちました、ファールボール。第3球は3球目、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次が4球目、打った、これは内野ゴロ、二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレー、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。大谷、まずまずの立ち上がりです。マウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏、ジャパン攻撃に入ります。先頭バッターはタッチ、投げました、ボール。第2球投げました、内角低め見送ってストライク。投球は3球目、投げました、ストレートはボール。次が4球目、投げた、スライダー空振り。第5球投げた、低め、外れてボール。さあ6球目、打った、引っ張った、ベースカバーに入る、うまくさばいています。タッチ、いい当たりでしたがファーストゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番近藤。第1球投げた、低め、チェンジアップ外れてボール。第2球投げた、打ちました、大村取った、ボールはファーストへ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー大谷。大谷翔平、背番号16。第1球投げた、内角高め、スライダーは外れてボール。第2球投げました、決まってストライク。第3球を投げました、チェンジアップ空振り、バッター追い込まれました。さあ4球目、変化球、空振り三振。上々の立ち上がりを見せています。これが進化したベースボールスタイルだ。2回の表、神奈川攻撃に入ります。トップバッターは加藤、外れた、ボール。第2球投げました、空振り、
投げました、打ちました、打球はサードの右、村上ボールを取る、サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番ファースト背番号3、第9投げました、スライダーボール。第2球ボール、投球は3球目、投げた、アウトコース低め、空振り。第4球を投げた、内角高めいっぱい、ストライク。追い込んで第5球投げた、インロー、ボール。次の球がラストボール、投げた、アウトコースいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった、高めギリギリいっぱい、ストライク。1球目ストライクから投げた、ボール、低め。投球はこれから3球目、アウトロー際どい球、ボール。さあ4球目、ボール、インコース低め。次が5球目、打ちました、左中間へのフライですが取ってアウト、スリーアウトチェンジ。大谷この回シャッと3人で抑えています。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、ジャパン攻撃に入ります。この回の先頭バッターは吉田、低め際どい、ボール。第2球投げました、カーブはボール、外角高め。投球は3球目、投げました、変化球ストライク、低め。第4球はアウトロー空振り。第5球投げました、打ちました。第6球を投げました、打った、掴んだ、ベースカバーに入る、取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。背番号55、第9投げました、インコース低め、外れてボール。第2球、2球目空振り。第3球は打った、ファール。第4球を投げた、スライダーボール。第5球投げた、これは引っ掛けた、フラフラっと上がった、下がっていった、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番岡本、背番号25。第9投げた、インハイ、外れてボール。第2球変化球ストライク、アウトコースへ。第3球を投げた、見送ってボール。投げた、ボール。次が5球目、打ちました、いい当たり、ボールはレフトへ飛んでいきました、ヒット。岡本ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。背番号1、第9投げました、ボール。第2球投げました、見送ってストライク。第3球は打ちました、次は4球目、ボール。神奈川、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。次は5球目、外角へズバッと決まって見逃し三振。2回が終了しまして両チーム無得点です。3回の表、神奈川攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者清原。第2球投げました、決まった、ストライク。第3球を投げました、打ちました、山田ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト。清原いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。打った、ファール。投球これから2球目、ボール。
第3球空振り、追い込んでいます。追い込んでから第4球を投げました。変化球アウトコースへ外れてボール。第5球投げた、打ちました。三遊間の当たり、村上取った。一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは9番大村。第1球ストライク。第2球ボール。第3球を投げた、打ったいい当たりだ。ピッチャー返し、抜けた。大村いいバッティングを見せました。さあツーアウトから先制のランナーが出ました。初球ストライクから第2球見送ってボール。第3球を投げた、インコース高めボール。第4球を投げた、空振り。追い込んで第5球ボール。第6球をランナースタート、打ちました。内野ゴロ。村上ボールを取る。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー大村残塁に終わりました。3回の表が終わって0対0です。3回の裏ジャパン攻撃に入ります。先頭バッターは源田。第1球投げた、あっと引っ掛けた。フラフラっと上がった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは9番中村。第1球投げました、初球スライダー空振り。第2球投げました、ストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから第3球を投げました、引っ張った、スタンドに入りました。ファール。第4球を投げました、ボール。さあ5球目、外へ逃げるスライダー、空振り三振。打順は1番に帰ってタッチ。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球、2球目ストライク。投球はこれから3球目、チェンジアップはボール。投球これから4球目、打った痛烈な当たり、センターへ上がった。センターバック掴んで、これで3アウトになります。ジャパン結局この回3人で攻撃が終わっています。3回まで終了しまして0対0です。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは八木。最初のバッターボックスはフォアボール。第2球投げました、打ちました、いい当たり、あっと抜けた。八木ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは3番渡辺、今日2度目のバッターボックス、打ちました。1球目ファールからボール。アウトコース高め。第3球を投げた、打ちました、フラフラっと上がった。大谷落下点に入った、掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、打った、ファールボール。投球これから2球目、第3球打った、引っ張った、切れていきます、ファール。投球これから4球目、外へ逃げるスライダー、空振り三振。バッターは5番、これが2度目のバッターボックス。第1球投げた、初球空振り、いきなり161キロ。第2球投げた、ボール。第3球打ちました、追い込んで第4球をボール。第5球投げた、スライダーボール、インコースへ。ランナースタートを切った、三振。大谷4番5番と連続三振で切り抜けています。4回の表が終わって0対0です。ジャパンこの回は2番からの好打順。先頭バッターは近藤。
最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました。レフト左へのフライですが、レフト取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー大谷。第9球投げました、外れた、ボール。さあ次の投球、投げました、インコース空振り。第3球打ちました、引っ掛けた、フラフラっと上がった、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは4番吉田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、初球打った、フラフラっと上がった、セカンド落下点、取って、これで3アウト、チェンジ。ジャパン三者凡退に倒れました。4回までが終了しまして0対0です。5回の表、神奈川攻撃に入ります。この回の先頭バッターは渡辺、第1打席はレフトフライに倒れています。第2球投げた、変化球ストライク、インコースへ、これで追い込みました。第3球を投げた、一つ外してボール。投球これから4球目、ボール。投球これから5球目、高め、スライダーは外れてボール。次は6球目、投げた、163キロ直球、空振り三振。3者連続三振になりました。バッターは指名打者清原、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。1球目ストライクから、第2球ストレートはボール。第3球を投げた、スライダー見送ってストライク。次が4球目、投げた、ボール。第5球投げました、高めいっぱい、見逃し三振。さあリプレイです。バッターは8番福井、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。打ちました、ファール。第2球投げました、打った、右中間へのフライですが取りました。これで3アウト。大谷この回きっちりと3人で抑えています。5回の表が終わって0対0です。5回の裏、ジャパン攻撃に入ります。この回のトップバッターは村上、第1打席はファーストフライに倒れています。ストライク、1球目空振りから、第2球投げました、打った、抜けた、村上いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは6番岡本、今日2度目のバッターボックス。第9、1塁ランナー走った、2塁送球はどうだ、これは悠々セーフ、盗塁成功です。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、空振り。第4球を投げました、ボール。次は5球目、打ちました、渡辺余裕があります、ファウルグラウンド、キャッチしています。第9ボール、まずはアウトロー。第2球空振り。第3球を投げた、打った、丸太落下点に入った、取りました。村上打球を確認して三塁へ向かう。ジャパンなおもチャンスが続いています。バッターは8番源田、大きな声援が届いています。投げた、初球はストライク、まずは見送りました。第2球投げた、完全に外れた、ボール。第3球を投げた、チェンジアップはボール。さあ4球目、打ちました、1・2塁間への当たり、アウト、スリーアウト、チェンジ。
リプレイをご覧ください。ジャパン三塁残塁、前半が終わりまして0対0です。ゲームは後半に入ります。トップバッターは大村、打ちました、ファールボール。第2球投げた、打った、ファール。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、ストレートはボール。投球これから5球目、打った、流し打ち、ファールボール。第6球はボール。さあ7球目、変化球、空振り三振。打順をトップに帰って丸太、今日は三振とサードゴロ、ボール。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、打ちました、レフト前に出る、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番八木。第9投げました、ストレートはボール。まずはインコース、投球これから2球目、流し打ち、どうだ、ファールボール。第3球を投げた、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次は4球目、投げた、ボール、外角高め。次は5球目、スライダー、空振り三振。ジャパン後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって0対0です。ジャパンこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは中村、スライダーボール。第2球投げた、打ちました、掴んだ、アウト。一塁踏んでアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰ってタッチ、今日はファーストゴロとセンターフライ、ボール。第2球投げた、チェンジアップはボール。投球はこれから3球目、見送ってストライク。第4球は外れた、ボール。第5球投げた、打ちました、当たり損ねはショートゴロ、ショートから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番近藤、今日はセカンドゴロとレフトフライ。投げました、初球空振り、初球空振りから投げました、打った。第3球を投げました、1球外した、ボール。さあ4球目、内角低め、直球は外れてボール。投球これから5球目、打ちました、福井バックしていった、取ってアウト、スリーアウト、チェンジ。ジャパン三者凡退に打ち取られました。中盤まで終了しまして0対0です。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは渡辺、今日はファーストへの併殺打とピッチャーフライ。第2球ボール、投げました、打ちました、ひれていきます、ファール。第4球を投げました、フォークボール、空振り。追い込んでから第5球投げた、ボール。投球はこれから6球目、フォーク、空振り三振。2者連続三振になりました。バッターは4番加藤、今日はサードゴロと三振、投げた、見送ってストライク。第2球投げた、豪快に引っ張った、ファール。第3球を投げた、低め、外れてボール。第4球を投げた、ボール、内角へ。第5球投げました、打ちました。さあ6球目、打った、ファール。さあ7球目、
打ちました。これは内野ゴロ。山田ボールを掴んだ。アウト。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは5番、ここまで2三振といいところがありません。第1球投げました。初球から打ってった。タッチ、余裕があります。掴んでこれで3アウトになります。大谷見事クリーンアップを抑え切りました。7回の表が終わって0対0です。7回の裏、ジャパンラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターはピッチャー大谷。第9投げました。ストライク。第2球投げました。ボール。第3球は打った。サード右横のフライになりました。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番吉田。今日はファーストゴロとセカンドフライ。カーブはボール。まずアウトコース低め投げました。高め、ボール球打った。福井交代。掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは5番村上。第1球打ちました。ファールボール。第2球ボール。第3球流し打ち、取ってこれで3アウト、チェンジ。ジャパンこの回クリーンアップもあっさり三者凡退。7回の裏が終わりまして0対0です。8回の表、神奈川攻撃に入ります。先頭バッターは渡辺。今日はレフトフライで三振。投球これから2球目。内角高め、フォークは外れてボール。第3球はボール。投球これから4球目。アウトコース高め、ストライク。第5球投げた。ここはフォアボールになります。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。第9投げた。ボール。第2球投げた。ここで送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。2塁フォースアウト。アウト。ゲッツー。ツーアウトランナーなくなりました。バッターは8番福井。今日はサードゴロとライトフライ。見送ってボール。第2球投げた。アウトロー。ボール。第3球を投げた。高めの変化球はボール。第4球を投げました。打った。これはいい当たりだ。入れば先制だ。伸びた。レフトを見上げた。ホームラン。先制ホームラン。レフトスタンドへ吸い込まれていった。ヒットだったでしょうか。完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは9番大村。今日3打席目。投げました。ボール。第2球投げました。ストレート決まってストライク。第3球を投げました。直球見送ってストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。ストレートはボール。次は5球目。投げた。打った。村上取った。サードから一塁送球。アウト。スリーアウト、チェンジ。8回の表が終わって1対0。大谷とうとう打たれてしまいました。8回の裏、1点を追いかけます。ジャパン攻撃に入ります。トップバッターは岡本。投げた。初球空振り。第2球投げた。追い込まれました。第3球を投げた。1球外してボール。次は4球目。投げた。打った。左中間へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番山田。今日は三振とセンターフライ。第9投げました。初球スライダー空振り。第2球
投げました。内角ボール。投げました。3球目空振り。投球これから4球目。変化球空振り三振。アウトコースの変化球にやられました。左バッターボックス8番源田、今日はセカンドフライとセカンドゴロ。ボール。第2球投げました。打ちました。ファール。第3球を投げました。ボール。次が4球目。投げた。打った。流し打ち。切れていきます。ファール。次が5球目。投げた。ボール。第6球を投げた。打ちました。サード右横のゴロ。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。大谷降板。マウンド上はダルビッシュ。最終回1点ビハインドの場面でマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。いよいよ最終回を迎えました。左バッターボックスはトップバッターの丸田。今日4度目のバッターボックス。投球これから2球目。インローの直球はボール。第3球アウトコース高め空振り。第4球を投げた。打った。ファールボールにご注意ください。投げた。スプリットはボール。次が6球目。投げました。打ちました。さあ7球目。スライダーボール。内角高め。第8球を投げました。引っ張った。ライト線に打球が飛んでいますが、ワンバウンドヒットになった。丸田ナイスバッティングです。先ほどのプレーです。左バッターボックスは2番八木。第9ボール。第2球投げました。打ちました。源田下がっていった。丸田飛び出している。掴みました。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。投げました。ボール。投げました。インコース高め空振り。156キロのまっすぐ。投球はこれから3球目。打った。引っ張った。ダイレクトフェンスに当たった。中継。丸田三塁でストップ。渡辺いいバッティングを見せました。ピンチを広げています。右バッターボックスは4番加藤。これが4度目のバッターボックス。ストレート見送ってストライク。いきなり155キロ。第2球投げた。打ちました。ファールボール。追い込んで第3球を引っ張った。ボールはレフトへ飛んでいきました。これはヒットになります。中継。神奈川1点入りました。2対0。さあリプレイです。5番ファースト。第9投げた。変化球ストライク。アウトローへ。さあ次の投球投げた。ボール。高め。投げた。スライダーボール。投げた。決まった。ストライク。さあ投球は5球目。低め。スプリット外れてボール。打った。ファールボールにご注意ください。投球これから7球目。打ちました。源田落下点に入った。取りました。これで2アウト。ランナーは1塁2塁変わりません。投げました。外れた。ボール。投げました。直球空振り。第3球を投げました。渾身のストレート空振り。第4球を投げました。ボール。
次は5球目。投げた、見送ってボール。さあ6球目、ランナー一斉にスタートします。三振。9回の表が終わって2対0、ジャパン貴重な1点を奪われました。ジャパンこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番中村。ジャパンここで一つ形を作りたい。第2球、投げた、スライダーボール。第3球を投げた、打ちました、ファール。第4球を投げた、高め、ボール。さあ投球は5球目、投げた、ボール。第6球を投げました、打ったいい当たりだ、抜けた。中村ナイスバッティングです。初安打。打順は1番に帰ってタッチ。第1球打ちました、ファールボール。第2球、2球目空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げました、チェンジアップ、空振り三振。タッチ、いいようにやられてしまいました。第1球投げました、チェンジアップはボール。まずは内角高め。第2球投げました、外れた、ボール。第3球決まった、ストライク。投げました、高めの球、空振り。次は5球目、投げた、アウトコース低め、外れてボール。第6球を投げた、打った、破った、ライトからサードへ。近藤、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。ピンチヒッターはシュート。スタンドからはなんとか長打をと期待をかける声援が響いています。さあ次の投球、またも空振り、バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、打った、鈍いゴロ、八木ボールを取る、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレー、ゲームセット。ジャパン2点差に届かず敗れました。